イラク平和テレビ局インジャパンのスタート以来、新鮮な映像を送り続けてくれているシカゴの映像グループレイバービート。その映像は占領反対のイラクの戦いと派兵国アメリカ内部の戦いを結びつけ、日本の運動に大きな励ましを与えてくれています。大統領選挙から1ヶ月後の2008年12月、私たちは彼らが活動するシカゴを訪ねました。今回はレイバービートの素顔をインジャパンの独自取材で初めて日本の皆さんにお届けします。近代建築の宝庫といわれる高層ビルが林立するアメリカ第3の大都市シカゴ。ブッシュ共和党時代に決別し、オバマ新政権を誕生させた政治の新風の中心地。同時にここからデトロイトに広がるアメリカ有数の工業地帯は今戦後最大の経済危機の真っ只中にある。レイバービートはこのシカゴを中心にアメリカの労働者の運動を追い続けている。厳しい仕事の合間を縫って私たちを迎えてくれた設立者のラリー・ダンカンさん。早速私たちをまずエバンストンコミュニティメディアセンター EMC に案内してくれた。エバンストン市はシカゴの中心部から車で約30分、ノースウェスタン大学を中心とする静かな大学の街である。コミュニティメディアという言葉は日本の私たちにはまだ真新しい。まもなく私たちは小さな放送局を思わせるビルの前に到着した。皆さん、レイバービートのラリー・ダンカンです。ここはエバンストーンパブリックアクセスセンターです。私たちもここで番組の一部を制作しています。早速中に入ってみましょう。